ブリーダーズゴールドカップ見事優勝サンビスターを管理されます住井勝彦調教師です。まずはおめでとうございました。どうもありがとうございます。今のお気持ちから聞かせてください。そうですね、本当にあの強い馬いたんで、はい、ちょっとびっくりしてますけど、はい、正直レースの前に賞賛って聞かれたら、あ、いや、まあ、あの2着で賞金を稼げばっていうところが、はい、はい、メイン。ちょっと自信あった。まあね、まあ、函館に任せ、サーフに任せてきりだったので、あの全然見てなかったですけど、まあ、今日見てあのすごくよくできてるなと思いましたけど。例えば春先と比べるとこういう風に良くなったかなって見た目で感じるところありますか？あ、もう、まあ、張りが出てましたし、しなやかに動けるようになってましたので、ね、はい、レースについて伺いますけれども、どんなレースプランというのが事前にあったんでしょうか？いかがでしょう？いや、まあ、あの岩田君何回も乗ってくれてますし、まあ、あのこのコースケーターをね、まあ、ね、うち開けて走ってるっていう話は聞いたんで、まあ、それは任すからって言ってました。実際にレース流れていきました、はい、まあ、相手ライバルは一番前にいて、うん、この辺りどんな風に位置取りも含めて感じ取られたんでしょう？そうですね、まあ、ついてっていいのか溜めた方がいいのかちょっと分からなかったですけどね、まあ、あと中央の馬が固まってたんで、はいはい、そういう意味ではあの競馬はしやすかったのかもしれないですけどね、うん、直線ではやはり勝てるなという感じになりましたか先生？そうですね、うまく上手にね 3,4 コーナーで打ちついて出てきたタイミングの動きを見たらいい、あ、勝ち負けまで行くなっていう感じでしたけど。ご覧になったら乗馬良くなったと今お話ありましたけれども、どうなんでしょう、この馬自身もうちょっと長い目で見てまだまだこう変化してきそうなところ、前向きに変化してきそうなところありそうですか？いかがでしょう？そうですね、どっちかというと気象ばっかりが表に出して、それこそ本当にデビュー勝ちもなかなかね時間かかっちゃったので、はいはい、ちょっと少し気持ちばっかり設定、ちょっと前のさばきの硬くなることだったんですけど、今本当にだんだんメンタル的にも、はい、あのしっかりしてきている部分があるのかなと思いますけど。さて、一つ重賞、まあ、交流重賞勝ちまして、この後のプランというのはいろいろまた考えられると思いますが、いかがでしょうね？そうですね、まあ、あの交流重賞使えるようになったので、はい、あのまあ、馬に合わせてですけどね、とりあえず北海道で頑張ってくれたんで、はい、この後とりあえず生まれ故郷に帰る予定になってます。適性としてはどんな風にお考えですか？どうですかね、まあ、あの2006から2000前後までこなせると思ってますけど、うん、あの馬の方も本当に楽しみですけれども、あの住井先生のスタッフの皆さん、あと厩舎の頑張り、今年ここまでってどうですかね？そうですね、うん、あのまあぼち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 、はい、ありがとうございます。また門別にもね、ぜひとも強い馬連れてきていただいて、馬の活躍楽しみにしております。あの最後に全国のファンの皆さんに一言メッセージをお願いできますでしょうか？そうですね、あの本当に門別競馬場でこんだけ綺麗な競馬場で盛り上がってるっていうのを本当改めて確認して、本当に、ぜひ皆さん、あの北海道に来てほしい競馬場の一つだなと思いましたんで、またいい馬作って、交流地方競馬回りますので、ぜひ応援に来てください。よろしくお願いします。住井勝彦調教師でした。どうもおめでとうございました。どうもありがとうございました。